ハロー世界ということで、どうも今回はウォーロン・フォールン・ダイナスティ、こちらをね、実況プレイしていきたいと思います。私、ドドチャでお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ってことで、来ましたね、 DLC 第3弾、2023年12月12日火曜日現在、ついに来ましたよと。いやー、待ったねってことで、そう、今言った通り DLC のね、第3弾が来たのでプレイしていこうと思うんですが、私、あのウォーロンは一応全クリはしてるんですが、 DLC は 1,2,3 はまだやってなくて、でまあ全部出てから買おうかなと思ってたので、それでやってないんですけれども、全クリしたのがね、もうずいぶん前なので、もうあんまり覚えてないんですね。なので、過去のデータも全て消して、そしてもう一度初めからね、ストーリーを追っていこうと。まあプレイのね、勘も取り戻したいのでね、そちらもやりながらといったところでプレイしていきたいなと思います。ということで、早速始めていきましょう。あ、なんでデータ消したかって言ったら、あれね、自分に厳しくするためで、どういうことって言われると、もし途中で折れた時に、もういい、俺はもうクリアしてるんだ、こっちのデータからやるっていうのを防ぐためです。だからもう対俺だね、俺対策でやりました。ってことで、設定はさっきいじったから、よし、ニューゲームでやっていきます。いやー、久しぶりだなー、すげー楽しみだ。本当に覚えてないからな、どんな感じだっけな。お、古代の帝王らがこぞって求めた仙道の秘宝、丹薬。秦の始皇帝も自らを不老不死とするため、その禁断の薬を望んだという。しかし、絶大な力を与える丹薬は世に災いもなしたとされ、秦が倒れた後も戦や権力をめぐる暗闘の陰には必ず丹薬があったとも言う。時は流れ、漢王朝が衰微した今、再び丹薬の輝きを帯びた暗雲が世を包み、各地の眠れる竜を目覚めさせようとしている。兄ちゃん、我らが弟の勢いをご覧に、後天の世は目前ですぞ。天下大吉。天下大吉。Ha ha ha!
お助けくださりありがとうございます。あなたの傷が癒えてよかったです。見つけたぞ、不死の丹田を持つ者よ。はい、ということで、超懐かしい。久々だな。よし、じゃあ、こっからね、キャラクリしていきたいと思いますよ。お。ああ、男か女かかな。どうしようかな。あ、外見テンプレートってある。あ、なんか増えた？どうしようかな。あー、これいいな。これにしよう。ん？あー、男性で、まあこの辺は別にいいかな。どういうあれ？何が違うの？あ、ちょっと微妙に違うな。まあ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 。そうだね。まあ。ヒゲ。ヒゲはない方がいいなぁ。もう、なんか、イケメンだし、これでいいな。声？ボイステスト三角。あ、ちょっと、違うな。ごついな。これすぎるな。これかな。これぐらいがいいな。よし、もう早くやりたいんで、もうこれでいきまーす。え、嘘。あ、やり直せるようになるの。そうだっけ。いいや、じゃあこれで。これでようやくわしの宿願も叶おうて。あなたと一緒なら勝機はあります。その曲はお守りと思ってください。あなたの窮地を救ってくれるでしょう。これ以上の非道は許せません。行きましょう。はい、ということで始まった。あ、お役に立つはずです。蓄えた木から生成した薬です。傷を癒す効果があります。ありがとう。親族は今どこに？生きながらえてくれれば良いのですが。そうだね。操作を覚えてないんだな。あ、バツ、あ、ジャンプとかあったね、そういや。バツ、ジャンプ。あー、なんかあったな、こういうの。いや、ちょっと待ってね。うん、大丈夫そう。レッツゴー。こっちあるじゃん。あ、攻撃。傷
基本攻撃、四角、規制攻撃かな。読み方間違ってたらごめんね。三角。うん。あ、そうだ、なんかゲージによってとかあったな。これが四角、これが三角だね。 OK。 あ、消されたね。間違えた。さすがですね、見込み通りです。 R2 で調べる。やっちゃって、なんか操作すごいしづらいけど、これ変えられないかな。ちょっと待ってね。じゃあいいや、これで慣れていこう。R2 で調べる。そうだね。あの櫓を乗り越えれば。回復はこれ十字キー上でいいのかな。あ、できたできた。まるでパリか。ああ、マルレンダで回避だ。あったな、こういうの。まだ感覚は取り戻せんけど。ん？あ、出た。これがね、受け流しだね。回避が丸々。スティックカット倒して丸々。直前に丸とかそういうのを押すと、なんかパリーができるんだよね、確か。うん、そうだそうだ。で、下のゲージの変化も確かあったのかな。見る感じ。うん。そしたらこっち。あれを落とせば踏み台にできそうですね。うん。一応落としとこうか。よーし。士気の高い相手を侮ると痛い目に遭いますよ。あー、その士気の高さがあったな。回復して行くわ。やば。お願いパリー、パリー、はい、見て、はい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 、よいしょ。よし、いい感じ。ん？あー、敵の火に対して、あ、家計か。家計を使えばいいのね。うわ！で、三角で、こういうことができると。世直しのために立ち上がったはず。今では罪なき人を襲う賊になり下がってしまったようです。一体何が彼らを。拾って、んーとん、
力を上げて、で、ここで、確かレベルアップができたんだよね。で、攻撃を伸ばしたいから、こうだな。贈り物いただき、すごいもらえるな。こんなあったっけ。なんか今武器なかった。ちょっと待って、ちげえわ。あ、いっぱいあるよ。これ何？ちょっと振ってみて。おお、サーベル。え、こっちは。なんか、え、何これ、傘。おー、突き攻撃か、かっこいいね。エチケットだって。どれがいいとかはちょっとわからんけど、そうだな。ん？ひるみ？マジで？もうでかないこれ。おっそ、おっそ、これ使いにくそうだな。時代はこれから大きく揺れ動く気がします。もうすでに動いてる気がするんだが、これは？これもともと装備してたやつ？どれがもともと装備してたやつか分かんなくなっちゃったよ。でも同じじゃねえか。頭軽くいきたいんだよね。何これ。あー、弱の。すごいな。おお見た目はすごいけど重いぞ。制御？じゃあ制御で。あーでもダメだ。うわ、ワイルド。しかも軽い。これでいいじゃん。じゃあ